子さん、いよいよです、はい、いよいよ開幕ということで本当にね、楽しみにしている方多いと思いますが、楽しみだった人、今日がありがとうございますということで、2021シーズンスーパーフォーミュラ開幕戦を迎えました。こちらは富士スピードウェイ、ありがとうございます。こちらは富士スピードウェイグラウンド裏のイベントステージからお届けしております。朝からたくさんのお客さんですね、ご来場いただいてるみたいですね、ありがとうございます。そしてですね、今回、グルービューや YouTube ライブの方でもこちらのステージ配信しております。ご覧いただいている皆様、今回もご視聴ありがとうございます。カメラどっちだろう、こっちこっちこっちですか。皆さんありがとうございます。こっちかな、こっち、ありがとうございます。今回ね、サーキットの方でイベントステージを、しながらですね、ライブ配信も行っていきますので、サーキットに来られないよっていうお客様ですね、こちらの配信の方でお楽しみいただければと思います。本日もですね、私、みかんちゃんこと笠原美香がですね、こちらのイベントステージ、今シーズン、そしてまずはこの2日間ですね、開幕戦盛り上げていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もっと拍手してもらってもいいですよ。ありがとうございます。はい、昨年はね、すごいのスーパーフォーミュラ愛が溢れすぎてね、たくさんのね、キュンをね、ちょっと乱用してしまったことをですね、ちょっと反省しております。今回も大好きなスーパーフォーミュラをね、皆さんと一緒に盛り上げていきたいなと思いますので、キュンの多用をしないように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ちなみに天候の方ですね、なんかちょっとどんよりと曇ってますけども、少し肌寒い感じですか。ちょっと肌寒いですかね。でも、雨はどうだろう、また持つかなっていうところですかね。ちょっとみんな首をかしげているような、現地のですね、天候の様子です。ただすごく桜がね、満開で見頃ですよね。すごく綺麗ですよね。なんか桜とこう走る車のこのね、マッチ具合、こう写真撮る方もね、気合が入るかもしれないですね、現地いらっしゃる方は。はい、そしていらっしゃる方はね、お花見しながらレースも見ていただければと思います。まずは、ステージ前でご観覧の皆様にお願いがございます。新型コロナウイルス感染防止対策として、周りの方とのディスタンス確保とマスクの着用をお願いいたします。ステージの前の方ですね、白いテープが貼ってあると思います。そちらの、白いテープの上ら辺に立っていただきますと、ちょうどディスタンスが保てる形になってます。で、後ろの方ですとちょっとシールないんですけども、前のシールの間隔を目安にですね、少しこうちょっと手をですね、広げていただいて、ディスタンスを保っていただければと思います。またご観覧中の声出しですね、申し訳ないんですけども、 お控えいただき、出演者への応援やリアクションは皆様の温かい拍手だったり、こうちょっと手を挙げていただいたりとか、そういったですね、まずボディーランゲージじゃないんですけど、みたいな感じでいただければと思います。そしてもう1点、ステージ終了後にお客様からの出演者への接触、声掛け、握手、サインの依頼などはご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。そしてですね、場所の取り置き、荷物を置いての取り置きですも、どこもですね、ご遠慮いただいてますので、そちらの方ですね、よろしくお願いいたします。それでは早速レース観戦の前に恒例のラジオ体操いきたいと思います。皆さん準備はいいでしょうか。はい、体温めていきましょう。もう競馬騎士ですね。ただね、今日、去年も熊吉いなかったですけど、今日も熊吉はいなくてですね、リアさんもちょっと朝のステージはちょっと T シャツの方で、ね、いらっしゃらないので、一人でラジオ体操します。皆さん一緒にやってください。それではラジオ体操スタート。
に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り1日レースを、お楽しみください。そして